はいどうも皆さんこんばんはマッキーのドッカンレディアの時間がやってまいりました、えー、皆さん明けましておめでとうございまーすいやーもうねなんと今日から2020年ですよもう早いですよ僕の中ではねなんかまだ2019年のような気がしてならないんですけど今日はなんと2020年ということで いや皆さんはね今もう元旦なんでみんなどうお過ごしですかねもう今日はあれじゃないですかもうみんなお年玉とかもらったりこう親戚周りに行ったりしてねすごいいいお年をね迎えてるんじゃないかなと思っておりますさあ令和2年ですねさあそして本日もね令和2年にふさわしいお二方のゲストに来ていただいておりますそれではゲストさんどうぞ どうぞはい、えー、皆さん明けましておめでとうございますはいいい相勝レーヴィルうん <laughs> <laughs> はい名前は <laughs> はい、じ、えー、めましての方は <laughs> はじめましてそうでない方はお世話になっております通りすがりの歌好きことヤマニャンと申しますよろしくお願いしますよろしくお願いしますイエイイエイそしてはいじゃあエヘメムナハ お聞きの皆様、うん、新年明けまして、おめでとうございます。おめでとうございます。はじめましての方も、お世話になっている方も、改めて自己紹介いたします。うん、異色アーティスト、ペイトリーと申します。よろしくお願いします。マンモス。マンモス。マンモス。2020年目、一発目マンモス。<laughs> マンモス、いいんじゃんね。うん、あの、年明けたし。 そうですよもうてかあのお二方に聞きたかったんですけどまずはまあやまにゃんからそうですねうん、うん、なんかあの以前にも増して何つうんだろうあの歌える機会が増えてきましたねまあ、歌うっつってもあのカラオケとか、うん、まあそうなんですけど、はい、な,なんつうんだろうあの人前で歌う機会が、うん なんかライブハウスとかだけじゃなくて野外とかあとそうだなあのインストア要はショッピングモールのステージでも歌わせてもらったりそうですで先日ねチャタンイオンの方で、はい、カラオケグランプリがコスプレのねあったじゃないですかありましたありました僕もたまたま参加したらたまたまヤマニャンもいてそうなんですねでなんか賞もね頂い,いてましたよね ああおかげさまでなんかあのね、うん、あの数奇な運命の巡り合わせでなんかね <laughs> あの優秀賞を <laughs> いただきまして <laughs> 仮面ライダー歌ってましたよねそうですね仮面ライダーブラック RX のオープニングテーマを歌いましたねうん、うん、じゃちなみにまあ今年2020年の目標はそうですね、うん、あのー、歌に関しても仕事に関してもまあ、うん、とにかくなんつうんだろうえー 仲間を増やしたい、いいじゃないですねなるほど仲間を増やしたいっぱりね、あの <laughs> なんかも、まあ一人で何かを成し遂げるのもまあいいかもしれないんですけど、うん、やっぱりねあの、目標のために仲間と一緒に頑張って、うん、でそれで、うん、あのなんつうんだろう、この達成感を分かち合いたいと言いますか。はい まあそんな感じで頑張りたいですね。じゃあ2020年も仲間を作っていきましょう。はい、頑張ります。そしてペイトリーさんはちなみに2019年はどんな年でしたか。もう漢字まあ一文字で表すと。はい。トウ,トウコールコールのトですかね。あそうそうそう、うん、コールのコール。うんうん。なんかあったんですか2019年にそういう出来事が。いやーねー。 まあご存知じゃない方がほとんどだと思いますけれど、そ言える範囲でお願いします。あのですね、なんとね、私の SNS、ツイッター凍結しちゃいました。はい、え、マジ<の>っすかはいな。なんでですか言える範囲で。<laughs> あのね、まあ多分以前、うんうん、この番組で、はい、今、2020年さ。そう、もう今日は2020年、ね。2018年の時に。はに、い、 土木管理漁を初めて出演した時にはい懐かしいですね、はい、まああの時のうん、うん、まあちょっと詐欺のトークしたじゃないですかそうですお詐欺のトークをねあお詐欺のトークをした時に <laughs> はいはいねあのこういうのがありますよだから気をつけてくださいねっていう、はい、ことをうん、うん、まあツイッターで私が伝える範囲で「はい、うん」で まあ伝えてはいたんですけれども、うん、でもあの、ね、それが恨みに出たのか、はい、なんかあなたのツイートはみたいな <laughs>、はい、なんかこの警告文が来ましてですねああ、なるほどそうなんですねで、うん、別に気にしてはいなかったんですけど、はい、なんかしばらく経つと、うん、あなたのアカウントは凍結されましたみたいな。 そのの意味での凍,る凍結あーそうですああなるほど謎が解けましたじゃあまあ凍結しちゃったんですけど2019年はねはいまあそう2020年はどういうなんか目標とか今年の今年の目標ですねうんあのまあ私生活になってしまうんですけれどはいまあ結構ですね健康診断に引っかかりがありまして <laughs> リアルですねはい うん、血糖値とかすか <laughs> まあそういうのもあります <laughs> はいなるほどで、うん、肺炎の疑いもありました <laughs> 肺炎まあねそうねな僕もなったことあるのでうんじゃあもう健康まずそこが第一ですね、うん、であのー、で一回 SNS もまあ凍結されちゃってはいまあ2020年はうん な,なんて言うんだろうまたはいなんかゼロからスタートする気持ちであゼロから新しくそうですまあいいんじゃないですかもうすべてをリセッ,リセットまあなんかもう、うん、リセットしたような感覚になってますね逆に凍結されてあ逆にじゃあ凍結されたことがプラスになったのかもまあそういう意味で途絶えていきたいですねああ じゃあ、まあ、お二方のね2020今年の目標を聞いたんですけど、まあ、僕も、まあ、振り返ると何だろう2019年すごいいろいろな激動な変化があった年なんですよね。で、まあ、まあ漢字で表すと、まあ、僕の場合は幽霊の優「幽漢字で2019年はそういう年だったんですよ「優幽霊の優「幽まあだから言ってしまえば悠々白書な 推しだっっったんじゃなないかてて思って2019年はそういっぱいいろんな出来事があったんですよあの暗黒武術界に行ったり <laughs> 潜水と戦ったりすごい駆け抜けた一年だったんですよね。と <laughs> いうことで、まあ、せっかくねこの3人が集まったってことは皆さんもお気づきの通り悠々白書それしかないでしょもう来たこれ。 ささあ皆さん2020年の1発目のトークテーマは悠々白書イエイイエーイちょっとねあの悠々白書もしかしたらわからないって方もいらっしゃるかもしれないのでちょっとだけ僕があらすじの方をちょっと読みたいと思いますんでもう軽くねあ,のあらすじの方を読みたいと思います。えー、すぐわかる悠々白書、えー 不良の主人公が妖怪退治をする漫画です。富良野義宏さん、作者のね、富良野志宏さんの人気バトル漫画、優位白書、1990年にスタートしました。えー、主人公の浦飯優介は、誰からも恐れられる極悪の不良でした。しかし、その卓越した格闘センスと度胸で悪事を働く機会の多い妖怪や人間と戦うことになります。また、この作品は、 ヒロインののって読むのかな稽古,ですあ稽古をはじめ霊界の案内人としてユウスケと関わるボタン比叡の妹で桑原和馬の思い人でもある雪菜など魅力的な女性キャラクターが多いですそして、えー、共に戦う頼もしいカタキャラクターの人気投票で1位になったこともある比叡をはじめ植物を操る秀才イケメンクラマーや 元不良で霊感が強いムーーードメーカ祐ー介の師匠玄界などのメンバーと共に妖怪が集まる武術大会や能力に目覚めた人間たちとの戦いに身を投じていきますまた暗黒武術会の後は敵として戦った、えー、陣や忠に加ええー、美しい的岡鈴木とか、まあ、そういう方たちが味方に加わりましたっていう、まあ、軽いあらすじをまとめました。 まあ、暗黒美術界っていうのがあって、まあ、まあちょっと今ちょっと後ろの方で違う音楽が流れたんですけど、まあ、皆さん「有迫書」読んでましたよね読んでましためっちゃ口読んでましたねうんどれぐらいちっちゃい頃ですよねだってだって90年の作品ですからねそうですね、うん、まあ言うても僕がハマったのはもうあのテレビアニメが始まった時からなんですけどねうん、うん あテレビアニメが始まったのって何年ぐらいですかねえっと始まったのが、うん、あの原作が90年スタートじゃないですかはいそれから2年後の92年あなるほどね2年後92年っておいくつでした大体92年って小学生小学生ですね僕は私ちょうど10歳っすねあ10歳だったんすかそうなんですよ 92年って言ったらあ,の、うん、あれですねあのその年の人気アニメといえばやっぱあれですよ「セーラームーンとか」って月に変わってお正月をのうん、うん、その年に始まったんですね結衣白書はああもうそう,いうアニメそれぐらいだったんですね、はい、だってねもうまあ今でもこの色褪せないじゃないですか今読んでも結衣白書そうなんですよでねまあもう今だからもうツッコミどころ満載なんですけどユウスケ たちって中学校2年生なんですよ。中学2年生なんですよあんあ見えて。いや、信じられないですよ、ね。中学生ですよ。中学生です。当時、ヒーローに見えましたね、この中学生。<laughs> そうだよ。中学生がヒーローに見えた年ですよ、僕らにとって。そうなんですよ。今、今僕らから見た中学生って、なんとなくすげえ子供じゃないですか、イメージ的には。うん、でも、僕らから当時見てた中学生って、なんかすごい大人な。うん うん、感じがしてであのねみんな結構ほらキャラクターたちってすげえ個性的じゃないですかそうですね,ね主人公の浦飯あ介第1話で死にますよね彼死んじゃうんですよそ死んじゃって事故に遭ってそっから何、うん、でしたっけなぜそういう運命に戦う運命になっていったんでしたっけ あなぜ戦う運命になったのか、まあうん、まあ言ってしまえば「<laughs> まあ少年ジャンプ」のね <laughs> そうそうそう,うん、うん、まあ事故にあってボタンと知り合うのかなそこでそうですね、あのーうん、霊界案内人のボタンちゃんと知り合ってで,で聞いた話だとこの浦飯悠介が死ぬのは、うん、霊界にとっちゃ予定外だったとあ なるほどそういうう設定でしたっけそうなんですよでそこであの試練を乗り越えて生き返るチャンスを与えようとでそこからあのゆゆうすけの試練が始まって、うん、あそこから中学生にして過酷な試練を彼は背負ったんですねそうなんですよそうなんだよねあのね一回ゆうすけの家が火事になったのを覚えてますか火事にもなったんですか彼の家火事になっちゃったんですよ 結構すごいですね。火事ってことは第一話いやあの第一話でなくてだいぶお話が進んであまあ言うてもあの第四話か五話ぐらいかなで火事なるんですかはい放火されます放火されます過酷な運命ですね放火されてあのユウのユウの肉体がもしかしたらもう燃えちゃうかもしれない。 ってところだったんですけどすけの霊体であるゆうすけの呼びかけで恵子、うん、がなんかそれを察知して、うん、助けに行かなくちゃってところで駆けつけてうん、うん、結果として恵子、あのー、もゆうすけの肉体も無事に済んだああそこで卵を投げたわけですよゆうすけが卵を投げたんですかなぜ故あのー、自分が助かるようなやり方を問うのか うん、稽古が助かれるのはええかどうのかって時に、はい、まあ稽古を助ける方の選択をしてそれが見事、はい、まあ無傷で逆にそれの選択のおかげで、はい、稽古っていうのはちなみに同級生同級生で幼なじみです、うん、あっ祐介が恋を抱いてる方なのかないや恋っつよりは、うん、まあ 初め見た感じでは恋仲っつうよりはもうどっちかというと腐れんあ幼馴染的な本当に昔からのまあじゃあ菜ちゃんも中学生あですあいこちゃん、ね、あちなみにき菜はあのーうん、桑原がもうガチ恋してしまうゆき女ですね、はい、あなるほど幸菜っつうよりはあの正確に言うと氷目っていう妖怪ですね、うん、こあ氷目っていう妖怪なんですね でこれね、まあ、リスナーの皆さんは、まあ、もちろんわからない方,方も多いと思うんですけど今回は、祐、ま、白、あ、書の暗黒武術会編に絞ってちょっとトークをしていこうかなと思って、ねまあ、暗黒武術会といえばもうすごい多分、祐白書を読んだ方はもうねそこはすごい熱い部分だと思うんですよ暗黒武術界といえばもう白熱のシーンがいっぱいあります。うん、そしてももう名言も、うん いいっぱいありますもう名言もたくさん生まれましたからね,そうですねあっちから。で、まあ、ちなみにそれぞれのなんだろうきお気に入りのキャラクターって言いますこの暗黒武術界までの含めて、まあ、軽くこのキャラが好きだみたいな。あそうですね、うん、あの主役級の4人はもう言わずもがななんですけど、はい、あのそうですね 登場したキャラクターで、えー、そうだな一番キャラクターとして一番好きなのはやっぱジン<あ>風使いのジンです <laughs> <laughs> そ<の>あやおったそうそうそう、うん、強かったですよねめちゃくちゃ強かったですなんかいつも笑顔なイメージがあったあのジン笑ってなかったですかもう,もう初めからもうすごく、うん、もうなんつうんだろうもう かなりハイテンションっていうか、うん、もう明るい雰囲気の、うん、なんかもう風のようにさばっとした性格のキャラクターでしたね。風使うのジンでも怒ると怖いんですよやっぱ。ああなるほどね怒ってたシーンもありましたっけその、ま、バトルでうんそうだなう1回だちょっとだけあるんですけどうん、うん、あとはもうほとんど、はい、もうニタニタ,ニタ,ニタ,タ笑ってる感じでもうバトル中もかなり楽しんでる感じのして。うんうんうん ね、あの時ってあのチームの名前何でしたっけチームの名前は魔性使いチーム魔性使いチーム人がいるってことはあのお酒飲んでるやつとかあそれはまた別のチームですあ,あっちは別ですかお前ら結構あっち独友会チームだよ <laughs> あっ独有会チームなんですあじゃあち,ょちなみにペイさんの好きなキャラも聞いていいですかもうあのねあの大会に出たキャラだったら私は中が好きですね中 あーなるほどねお酒のお酒も彼もまたユースケの対戦相手だったんですね、うん、そうあのナイフエッジナイフエッジデスマッチ,マッチあのバトルシーンはもうねいやー見物ですわでも、うん、あのあれでしょナイフを2つ押して足のになんだろうそうもうくっつけて、うん、それをやりながら、うん、もう拳と拳で殴り合うっていうそうもう,もうお互いもう霊力を使い果たしてうん もうこうなったらもう肉弾戦で決着つけるしかねえってことでそうでお互いもう本当一本も譲らずにねそうそうそうでえお酒を飲んでる方が強かったんでしたっけそうお酒飲んでる方が、うん、まあパワーはアップするうん、うん、もう基本的に水拳で戦う選手なんですけど、うん、それに容器を混ぜて、はい、なんつうかなりもう特殊な うん、容器を使って戦うっていうそういう戦闘スタイルだったんですよまたお酒を飲みなんかすごいですねまあ、まあえー、まあそのキャラが好きということで、うん、まあ僕は、まあ、もちろん武術改編も含めてなんですけど、まあ、個人的には比叡が一番好きですやっぱヒエですねやっぱ比叡ヒエーローだよ <laughs> み,みんな憧れたと思うよ、うん、当時比叡のポジションって、うん、ドラゴンボールで言えばベジータとかそこら辺なんですよね なんだろうクールなキャラというか、うん、主人公よりもかっこよくて、うん、なんだろうなライバル的存在で強いみたいなヒエイのあのクールさヒエイの、まあ、まさに武術界ではいろいろいろんなシーンがあったんですけど、まあ、V と戦うシーンとか、うん、まあ,あの時のシーンとかもかっこよくて、まあ、僕はヒエイが好きで、まあ、ちなみになんですけど、まあ、人気キャラクターランキングみたいなのをちょっと当時のね連載当時の。 連載当時のランキングってのがあるんですよ山ちゃんそれは<ー>その手元にあるもしかして黒の書違いますね <laughs> これは、うん、あれ漫画じゃないですかちょっとねあのー、カ,カメラ向いてるかなそうそ、ん、うこれですよねそうですね、うん、あのー、こう一番初めに出たコミックスではなくて、はい、あの主演者文庫ううん、うん で、あのー、再販されたれ、うん、コミックスで,で中身の方はですねあのユー、はい、スケ対戸黒弟要は優勝決定戦のシーンがもうこれもしかしたら今日の収録のためにそうです過去を打って未来を買うってそういう場所で買ったんですかまあそんなところで勝 <laughs> ってきました、ね。で、その…はい その中に当時の人気投票ランキングというのが入ってましてちょっと発表してもらおうかな上から1位は最後に言いましょう。そうででですすね全部何位ままあり辞典も含めると11人なんですけども時人はもう置いといて10位から。 じゃあパッといきましょう3位まではパッといきましょうはいまず第10位トグロ弟おお意外だな意外意外と下なんだ第9位プープーちゃんあペンギンみたいな人そうそうそうユースケの頭に乗っかってるペンギンみたいなやつで第8位カラスあなるほどクラマとね戦ったらうんトグロチームの一人ですねはいで第7位玄海

外してるんですね、このランキングの時だけ、ちょっと動画で見せてもいいかもしれないよ、このバットカメラに向けて、見えますかあの、リスナーの皆さん、ちょっと動画限定になっちゃうんですけどね、そうそう、あ、まあ、こういう感じでもうちょっと近づけた方がいいかな、いやまあまあ、これぐらいで、いでうん、OK です、外しちゃったんですね、外しちゃったんですね、うん、そしてで、第4位。はい おおまあ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 4位ぐらいかなと次こそこいつを引きずり下ろすと1位のキャラクターを指さしてますねああ桑原が言いそうなセリフですねはいそして第3位ユースケああんとなくんとなくわかる3位がユースケってことはもう2位と1位は絞られてきますね絞られてきましたねいやもうこれも予想できますね ちなみにユうスケはこの時もう桑原に負けなきゃないんでもいいやあ、桑原に勝ちさえすればいいんすねこれは <laughs> そうそうそうじゃあそしてじゃあ第2位の発表 <laughs> はい第2位クラマあ,やっ,ぱり、ね、あやっぱりなじゃあそう来ると第1位は第1位コメントなんだそれはおお冷え <laughs> <laughs> 冷えが言いそう コメントなんだそれはってあやっぱヒエ1位なんすね1位なんですよやっぱいやもうみんな憧れましたからねそうヒエはねまあクラマもまヒ、あ、エとクラマは人気高いっすねめっちゃくちゃ高いですねで特にね、うん、クラマなんかのねもう女性ファンの多さはねそうあのクラマが陽子に変身した時とかあのかっこいいんですよねめっちゃくちゃかっこいいですよ めっちゃ強いし、うん、何気に「S」ですからね彼ド S, <S ド S ですよセリフとかもあれだなもう隠れたド S だよ <S 隠れたド S そのキャラに女性は何か魅了されたのかなあのクラマーはですねもともとはあのヨウコっていう狐の妖怪だったんですけど、はい、あの追っ手に追われて瀕死の重傷を追ったところを、うん、あの人間人間の女の人 のお腹の中に宿っている子供、うんはい、子供に取り付いてでそれでそのまま人間の子供として生まれてくる。うん、南の周一そうそうそう人間の時の名前が「南の周一」なんですけど、うんはい、でも記憶の方はあの妖怪の時の記憶がそのまま残っていて、うんうん、まあ普段は、まあ、あの人間南の周一として 暮らしていてでそれで何つうんだろうあの仲間が仲間の妖怪がいるところに帰るチャンスを伺ってたんですけどそうこうん、しているうちに、はい、あの母親で母親にの、うん、なんつうんだろう温かさに触れてしまって、うん、でそれであのお母さんんが大好きになるんですねあお母ちゃん大好きになっちゃう鞍馬は、はいまあ、そういう人間味も出てきたんですねそですそれ触れることで。はい まあそのまあ、ランキングで言うとあちなみにあの0位圏外のランキングの人は誰だったんですかキャラ辞点の方はトグルア兄あ<ー> <laughs> <laughs> あルア兄かトルア兄クラマーにボコボコにされるけどいやクワバラですねあクワバラだ桑原にこの,この時はクワバラ,ワバラです、ね、この時はクワバラなんですねクワバラねその時なんか新しいこう自分のね可能性を引き出しましたよね、うん、この必殺技そうなんですよ このクラマにとどめをさせるのは、うん、それからグルあの暗黒武術界から、うん、それからもっと後の話なんですけどねあそうだねうん、うん、まあまあ今キャラクターを発表していただいたんですけれどもまあまあねこのキャラクターもあることながら今度は暗黒武術界のメイバトルシーンそれぞれあると思うんですよメイバトルシーンこの俺のイチオシのメイバトルはこれだみたいな のちょっと聞いてもいいてもですかねそうですね、うん、優勝決定戦のユうスケ対ぐ郎弟はもう言わずもがななんですけど、えー、と私のイチオシしたいバトルシーンは、はい、つまりでしたっけ李翔は魔性使いチームの大将でして。うんはい でさっき話したジンと同じチームなんですけどジンは風使いだったんですけど、はい、リショーの方はあの土要は、うん、土を操って戦う選手なんですねもしかしたら土とか風とかそういう水とかそういう名前があるんですかそれぞれそいつらにはそうそうそう,そう、うん、各メンバーなんつうんだろうこの風を使ったりこうりを操ったりだあ とあとは何台だったかな、うん、まあだあと二人いるんで、あとまあまあそれはあの漫画もしくは原作アニメを見ていただく見てください。ととそれぞれでで,で。なぜそのシーンが好きなんですか。あのね、うん。実はこの魔小使いチームとの戦いって、はい、あの前の戦いであのドクター一月チームうん、うん、という対戦相手と戦って。はい でまあ、結果的に裏メチームは勝つんですけどうん、うん、で間髪入れずに魔を使いチームとの戦いが始まるす,うん、うん、すぐ始まったんです、ね、すぐ始まってるんですでこのドクター一垣チームとの戦いで、うん、もう桑原はもう満身創痍なんですよねもう勝ってるだけ 立ってるぐらいがもう精いっぱいなレベルでもう霊剣なんかも出せないよってレベルだったんです、うん、力を使い切ってるんですねそうそうそう、うん、でえー、と最初にクラ,マクラマがクラマが一人対戦相手を、うん、勝ちました、はい、でもう一人も勝ちましたで三人目でクラマ負けましたうん、うん、でこれもあの勝ち抜き戦だったんですようん、うん

あ、二人しかいないと。そうそうそう。で、クラマはマツデス。高円馬さんから電話じゃないですか。いや,いやいやいや、誰でしょうね。<laughs> はいはいで。で、最後のユウス、裏飯チームの最後の、うん、もうに戦えるのがユウスケしかいない。で、ユウスケはこの三人目の対戦相手を勝ちまかして、うん、でジ、ジンと戦うんですね。はい。ジンと白熱のバトルを。 送り広げて、ユースケが勝ったかと思いきや、引き分けになってしまうんです。うん、なるほど。引き分けか、実は相打ちだったんですね。相打ちじゃなく、実際に見てみたら、ユースケの方がもう明らかに勝ちだろう。ってことだったんですけど、うんはい、なんかあの。ルール上、上からの物言いで、うん、審判が誤審したんだろう、ね。ああ、なるほど。ってことになってしまって。うん、で、結果、引き分けになってしまうんですね。で、そうなると。 あの相手チームの魔性使いチーム、うん、チュッチュッて言ってしまった魔性使いチームは大将一人残しているのに対して裏飯チーム戦えるメンバーが一人もいない、うんはい、でそうなったら魔性使いチームの勝ちだろうってなったところでがが立ち上がったんです。あもう,もう力尽きた桑原が立ち上がって、はい、立ち上がって、うん、で大将の李将と、うん。 戦おうじゃないかと、はい、でも桑原もう霊力も使い果たしてうん、うん、もう立ってるのが精一杯はいもうほとんど戦いないんですよねうん、うん、でもうそれでも李将はもう本腰入れてもうボッコボコにするんですねああもう桑原をねはい、はい、でそしてとどめておやんばかりに必殺ボンバータックルをかまそうとし,してブワーンって。 タックルをかまして、はいまあ、桑原はもうぶっ飛ばされちゃうんです、ねはい、なるほどでそれでとどめだってところで、はい、で桑原負けそうになってしまうんですけど、はい、でそこへ駆けつけたのがユキナちゃんあ、ユキナちゃんなるほどユキナちゃんううん、うん。桑原のガチ恋相手うん、うん、思い人であるユキナちゃんなんかそのシーン思い出してきた、うん、うん。あ、思い出してきましたかはい そこでキナちゃん「桑原さん頑張って!」声援をしたんですね声援をするんですねでそしたら桑原もう元気100倍元気1000倍アンパンマン1000倍までいっちゃうはいはいなるほどもうそれまでもう出し尽くしていた霊気が一気に高まってきてでそれでこの霊剣フルパワーでこの「理想」もうはるかかのために ピカンって漫画でありがちなでそして見事裏めしチームは大勝利やった雪菜ちゃんいなかった危なかったってことですね危なかったですいやもう負けてたのを可能にしたからね雪菜ちゃんが出てきたそうそうなんだかんだ雪菜ちゃんのおかげってことですねそうですねじゃあ愛の力ってすごいんですよ愛は愛はパワーですねそうじゃペイさんのメイバトル私はめの クワバラ対リンクの試合クワバラ対リンク誰ですかリンクって誰でしたっけリンクはですね六遊会チームの一人なんですけど、うん、これが見た目は子供なんですねははい、はい。見た目はもうちびっこなんですけどうん、うん、操るのがあのヨーヨーを使って戦うあそう <laughs> そういうキャラクターいましたねかなりトリッキーな戦い方をしますねうん、うん、ななんでそのシーンそこがいいんですかねこれさあのー 結構さ、うん、リンクがいろいろ仕掛けてくるのよこのヨーヨーを使ってはいであの普通ではちょっと来ないような攻撃の仕方をも、うん、持っていて、うん、だからクワバダが予想することも当たらず、うん、もうクワバダやられっぱなしなんですよなるほどでもは霊剣をうまく使ってうん、うん、まあ最後に倒したんだけどクワバダが場外に出てしまって うん、負けてしまったっていう。あ、桑原の負けになっちゃったんですね。<う>倒したけど。けね、あららららら。で、面白かったのが。うん、お前、最後裏で待ってるよ。的な感じで。うん、覚えとけよっていう。ああ、この。見た目は子供だし、ね。はい、ガキ相手にみたいな。<laughs> あ、それいいっすね。そう、あの、優位役所って。勝負には勝つんだけど。勝つんだけど、負けちゃいますよね。戦いに勝って勝負に負けちゃうみたいなパターンが。結構ある気がする。 倒したたたけけど負けてたみたいな、うん、まあでちなみにまあ僕の好きなもちろんあのバトルは、まあ、やっぱりでですすねね<ー><あ>決勝戦あれねあのシーンあの V ってあの鎧つけてるじゃないですか鎧つけてて真の実力もわからないしただ今まで鎧を脱ぐ必要がなかったんですよみんな敵に対して。うん、で比叡も 戦ってるんですけど本気で来いって言うんでですよね本気で来いと言ってるんだみたいな、うん、言って仕方ないみたいな感じであの V が仮面を外すんですよ。で V はこのなんでつけてたかっていうとこのエネルギーの消耗を抑えるためにつけてたんですよね。うん、で外したらもうエネルギーが全開みたいな感じでで冷えがそれまであの包帯を手に巻いてたんですよ。うんうん、でその包帯を取ったらなんと黒,黒い龍の 絵が描かれててあこれが暗黒竜でしたっけ暗黒竜まあ黒竜黒竜だね,いいね黒竜のでそれでクラマがもしかして比叡はこの数日間の間で極めたのかみたいな感じになってて<ー>一体どんな感じをみたいなしててで 比叡がこの包帯を外したってことはもう戻れないから覚悟しろよみたいな V に行って、うん、で V もそのやばさに気づいてるんですよねあこいつは黒流派みたいなで,でもそいつさえ押さえてしまえば黒流派を俺の勝ちだみたいな、うん、であの比叡がこの蛇王演殺剣みたいなセリフ言って黒流を飛ばすんですよね蛇王演殺黒流派黒竜派を言ってで V は止めるんですよねすげえカ,カカカカンってこの食われそうになるけど見事に受け止めたあ受け止めた俺の勝ちだみたいな受け止めてそうやったぜみたいな感じになってで比叡が食われちゃうんですよね、うん、この黒竜派に黒竜にでそしたらみんな会場も「えみたいな感じになって「あ負けたよ」みたいな比叡そしたら「何を笑ってやがるんだ」みたいな感じで言ってなんか体内に比叡はなんと黒竜派を体内に取り込んじゃうんですよね うん、ですごい真に極める人はあの体内に取り込めちゃうんですよこの黒竜派をただぶっ放すだけではなくなく真に極める樹脂は、えー、そう極めあの体内にねあの振り込むことが本当に極めたもの、うん、で V も震えてるんですよねあああやばいみたいなそしたら一撃でこのシュッてあの 手だけでで吹っ飛ばすんですんよ、v、をそれで V を倒されてでとどめをさせっていうんですよねでだけどヒエはうは、ん、俺はとどめは刺さないみたいな感じで言ってでもただ面白いのがヒエはこのまんま立て続けに戦うのかなと思ったらなんと弱点があるんですよ蛇を演察黒竜派の、うん、それはなんと戦った直後にすごい睡魔が来るら眠らないといけないんですよねでそこで寝ちゃうっていう。うん 後で起こせよみたいなでその時の寝てる姿の冷えがすごい可愛いんですよ <laughs> ああよく覚えてるよでもあれんかさっきまで戦ってたやつとは思えない寝相だなみたいな <laughs> <laughs> だって桑原が落書きしたどうかっていうさあ <laughs> そう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 そのシーン好きなんですよねあの冷えの音がちょいちょい悠々白書ってかわいい顔とかも出てくるじゃないですかこのクールなんだけどそうっすねながかねあの。 皆さんもファンだったらわかると思うんですけど、うん、ゆうすけが、ね、あのリーゼントを解いて普通の普通のねでそれからあの稽古の肩に体を乗せて、うんうん、でそれでなんか狩猟に疲れ果てて眠るシーンとかねうん、うん、沖縄寝何寝てんのよみたいなあでもしばらく寝かしておいてあげるかみたいなうん、うん、ちょっと、うん、だから みんなはちょっとキュンキュンキュンしたんじゃないですかユウスケが前髪下ろしたらあかっこいいみたいな,なんかあ,あかっこいい,いけどどことなくかわいなそうそうまあ冷静に考えたらまだ14歳ってことですもんね14歳ですねでまあまあ名バトルランキングいったんですけどもう早いっすよ今はなんだかんだもう40分僕らしゃいおお早いジか早いんすよへえ<ー>そうじゃあ次ね名…あ次は悠々白書名言名言 名言うん、それぞれ名言があったじゃないですか、はい、いう白書といえば、うん、まあそれぞれの、まあ、いろんな名言があるんですけど、なんかそれぞれ一人ずつなんか何個か名言、好きな名言をパッと例えば、諦めたらそこで試合終了ですよとか、うんあ<ー>それはスラムダンクだよ、それは漫画違いでした。いっぱいあるんですけど、まあ、僕からちょっとじゃ軽く言っていいですか、名言。はい はいまあ、いっぱいあるんですよ本当にありすぎてだからまあ名言ねじゃあ僕から行きますトグロ弟の名言、えー、酒はダメなんでオレンジジュースくださいあーあ <laughs> <laughs> なんかなんだろうなここ名言ですよね名言ですねなんだろうこのオレンジジュースくださいっていうこのセリフすっごいなんかもう妖怪になってるんだけど、うん、もう かなり人間臭いんですよねそ,うだからそこら辺がなんか富樫先生すげえなって思うんですよ、うん、多分ね、うん、妖怪なんだけど、うん、なんていうの人間の心を子供の時のまんまでもっ,、うん、止って止まってるような状態あオレンジジュース飲むんだ、うん、みたいなオレンジジュースじゃあ次なんか山にンありますあーもう言われちゃったなオレンジジュース言われちゃったな <laughs> かぶってたんすか リスナーの皆さんもねそれぞれなんか好きな名言とか思い出しながらね僕らが次何を言うんだろうかってなんか想像しながらじゃあ言われちゃったらなんか他のとこありますああそうですねもう、うん、もうガチな方向でいきますかガチな方向ってい,いかもう,、ね、もうみんなが知ってるであろう、はい、このセリフ、うん、ん喜べ 貴様が人間界で邪王円札剣犠牲者第一号だはははこれ比叡の比叡です。<laughs> 初めて円札、うん、黒竜派をぶっ放す時のセリフですね。ありましたね。はい、誰が食らったの最初に。六友会チームのゼルっていう、うん、こ,これあのー 対象クラスの揚力の持ち主なんですけど大将戦ではないんですよねこの時あそうなんですね大将ではないんですよ、うん、ゼルって炎を使うって戦うんですけど、うんはい、あでも魔界の炎を操るヒエに黒くにされて、うん、<laughs> 終わりましたあじゃあ最初の犠牲者というか、はい、<laughs> まあある意味レアなほんにシーンですね,そうですねじゃあペイさんの好きな 私はですね、綺麗いな花にはトゲがののさ <laughs> これはクラマですか？クラマです。これはどのシーンで言ってましたっけ？これはですね、結構まあこれ確かあーのー、うん、第四巻ぐらいの時に、あ割と早い段階、多分初めらへんの、うんあ、原文の時の戦い覚えてますか？ 覚えてないんですよまだあの暗黒武術界のちょっと前のそこの,あのクラマとこの玄武が戦った印象がちょっと強すぎて、うん、はいほかにもちょっとあったんだけどどうしてもなんかね、うん、やっぱクラマの、ね、名ゼリフやっぱもう初めそこかなってかなまあそうねクラマが言いそうですね意外となんだろうナルシストっぽい発言が多いのかなクラマって。うん まあ、あとは、まあ、いっぱいあるんで、まあ、軽くね僕がちょっと何個かいきますよ浦飯、はいまあ、すけの名言「はい、俺は捨てねえしがみついてでも守る」「捨てたのかよ逃げたんだろあんたが魂を捨てた代わりに得た力全部全部まとめて使ってかかってこいあんたの全てを壊して俺が勝つ」こ,<ん>なこれはこううな最後だな優勝決定戦の時のセリフですねこれ本当に 熱いシーンでしたよねまさにトグロもう危機感もうねあのシーンはもうすげえ皆さんも漫画多分今読みたくなってきてると思うんですよね某ねレンタルショップとかで借りてもいいし買ってもいいしどっかで漫画喫茶とかにもあのだろうしいっぱいそうそうそうそこでね前回読むっていうのもあるしあのね「悠遊、うん、うう白書」の何がすごいかってと あれなんですよ。あのドラゴンボールとかスラムダンクって、はい、結構まなんつうかもう有名な漫画ですから、ね、名言の一つや二つはもう誰もが認める名言の一つや二つはあると思うんですけど、うん、なあの悠悠白書ってなかなか絞られないんですね。結構多いですから名言がたくさん。その分、うん、なんだろうこのこのファンから。 あなたの一個に絞れないというか言ってしまうとね、うんうん、だから意外なセリフが出てきたりとかその人にとって好きなセリフがねだからなんだろうな本当とに、まあ、ありますよ、えー、桑原の名言「小閻魔あんた恨めしに命かけてくれたな俺もかけるぜしけた命だが根が負けず嫌いでな」 あ,あったねあの研ぐ弟にバスッて、うん、そう胸板バサッてやれた時あと死んだと思いましたよね、うん、これ死んだと思ったけどねその名言というのも主役キャラからではなくてなんか敵キャラ、うん、なんかもうあんまり目立たない敵キャラから放たれることもあって、うんうん、あさっきあの蛇王演説権の「ひ使い手「火えからあったんですけど、はい あのもう一つあります、うん、僕の一チオの名言はいうん新入者が勝つ方に72兆5600億円<おー> <laughs> 待って待ってこれってあれトグロ弟の戦いの時かないやこれはまだ、あのー、暗黒美術界ではなくて、うん、の 手前の方ですねだからそ手前でちょっと戦った時じゃないそうそうそう上のやつが賭けたってことでしょどっちに勝つかをどっちに勝つか侵入者に勝つかそれとも、うん、トグロが勝つか,勝つかで賭けたんだよね賭けて他ののン他の上のメンバーは、うん、トグロが勝つほうにどんどんお金を投資していくんですけど、うんはい、ただ一人だけ。 新入社が勝つ方に72兆5,600億円もかけてしまう、うん、ちょっと72兆っていうと財務省とかも動くんじゃないですかね動きますね <laughs> いや絶対動くなのは <laughs> 72兆ってお金あんの <laughs> すごいなちなみになんですけどこの額の方はちょっとはっきりとは覚えてないんですけど、はい、原作で言い放った金額と、うん、テレビアニメ版で言い放った金額って同じじゃないあそうなんですか、うん えなんでだろうなんか大人の事情があったんですかね大人の事情というかまあ当時のなあ経済情勢もね、うん、違うからそうかアニメ化にする時にはちょっと時代が進んでるからまたちょっと変わるんですね、うん、72兆だったのが60兆だったとかうん、うん あーうわーそこまでは気づかなかったなこれだから今ね聞いてる人有役署で「あ70日を久しぶりに聞いたな」って絶対ね <laughs> 思ってる方もいらっしゃると思うんですけど今ねなんともう46分が経過しててせっかくなんで「はい、有役署」の楽曲、はい、ってあるじゃないですか、はい、それを今日山ちゃんに山にゃんに、はい、ちょっと歌っていただこうかなと思ってるんですけどえマジですか おお<う>聞きたいなまあ有白書といえばね皆さんあの曲じゃないですかやっぱりやっぱりあの暗黒武術会の時に流れてたね、うん、<の>エンディングかなあエンディングテーマがもう最高でしたね、うん、<の>そうですねあの有白といえばやっぱりね、うん、あのオープニングテーマの微笑みの爆弾が皆さんねあのおなじみだと思うんですけどはいあのエンディングの方もねやっぱ すごくいい曲が揃っててじゃあそのまま曲紹介を。特に男の人が歌うあの曲はね、うんまあ、心に響くものがあります。 はいえー、聞いていただいたのは「ヤマにゃんでアンバランスなキスをして」でしたさあ早いですあと5分ですありがとうございましたいやーこの曲は本当にみんな知ってるじゃないですか「幽いはいやもうしみれましたねもう当時さ、うん、あ、まあ、まあ残り5分あるんですけどちょっとねじゃあみんなまあ今回は「暗黒武術会編」だったんですけど皆さんにとって「まあ幽くしとは一体感想一言ずつ聞いてもいいですかね そうですねうんもうなんつうかこれまた人生の一つと言っても過言ではありませんねそうですね過言ではありませんね <laughs> もう何かこれも名言だな<笑><笑>いいですねじゃああのペイさんにとって悠々白書とは私の青春の一部でございますいやすそうですねいいですねまあ僕にとって悠々白書とは末期にとってはまあ酸素みたいな 酸素酸素ですね <laughs> 人生青春ときて、うん、酸素生きていく上で必要なものですね酸素ですさあ,、まあ次回はまああと5分あるんでせっかくなんでお二方なんかイベント告知とかがありましたら、まあ、この2020年なんですけどはい、はい、そうですね、うん、まあ予定ではあるんですけどはいあのー、えっ、ー、とー 毎月第3水曜日に沖縄市のライブハウスジグザグというところでですねゆかりのろな夜ていう定期イベントがオールジャンルのイベントがございましてここに私ヤマニャン出演させていただく予定でございますなるほどこれはじゃあもしりましたらぜひお越しくださいませぜひね有意義アクション歌うかもしれないしねかもしれないそしてペイさん はい、私もですね。はい。ヤマニャンと予定が一緒になりまして、あの、この2週間後の、はい。第3土曜日1月15日水曜日、はい。ユカリドナ夜にヤマニャンと同じく出演します。はイエイこれ暗黒武術会にある意味出演するみたいな感じですよね。あ、もそうですね。もう例えどとそうなります。そういう夜ですよね。はい。そんな夜です。そんな夜ですよね。 なるほど。うん、で、まあ、まあこんな感じであとなんかツイッターとか,なんかインスタとかライブあの YouTube とか情報があればあはいあの、うん、私ツイッターの方やっておりますフェイスブックもたまに更新しておりますので、うん、気軽にあのフォローしていただければと思います、ね、もしかしたらこれ放送を聞いた方で有意白書関連なんかファンの方とかからあのもしかしたらフォローが来るかもしれない。 かもしれない増えるかもしれないかもしれないです、ねうん、確実ではないですけど確実でではないす <laughs> じゃあそして、えー、ペイトリーさん私はですね、うん、あのツイッターの方と YouTube の方をやっておりましてツイッターでも検索してペイトリー paytri で検索すると、うん、まあ表示されると思いますね。であと YouTube の方もペイトリーって paytri で検索すると、はいうん、私の楽曲 ももう聞けるし、はい、私のライブ映像も見れますぜひ、是非まあ、これ聞いていただいた方、これきっかけに、まあ、聞いていただいて、また広がってくれると嬉しく思いますので、どうかよろしくお願いします。お願いします洗脳120%ですか <laughs>、まあ。ああ、もうそれぐらいのね、<laughs> うん、まあ、ノリ。 たぶん新年早々のゆかりドナヨドも、はい、多分袖をこいるヨドは確実だと思います <laughs>、まあ、反動がきっかけ体がボロボロになるんじゃないですかもう100%中の 100%2 <戦闘> <laughs> 人とも頑張りますので <laughs> ぜひね,ね袖をこいるものがね見れるかもしれない見れるかもしれないので皆さんよかったらねもしかしたらもういろんなチームの代表が来るかもしれないので。 皆さんよかったら足をお運びください。よろしくお願いいたします。お願いします。今回は暗黒美術大会編に絞ったんですよね。はい、ってことは、これは潜水編もあるんじゃないかなと。あるかもしれないですね。うん。あるよ。<laughs> るね、<laughs> いやこの流れでいったら、おそらくね。あるよ。やらないわけにはいかない。<laughs> いな,いなんなら、ていうかもう、トグロの話だけでずっといきそうだったもんね、もう今日。<laughs> でもまあ今日はほら、うん、この。 凝縮して55分間に、うん、なんですけど、まあ、次回は次は潜水編で潜水編といったらほらねまああのねてテリトリーかテリトリーこの部屋では暑いと言ってはいけないとかねうう懐かしい懐かしいですね,だ,ねだからリスナーの皆さんも第2回目あるかもしれないから前もって漫画でちょっと読んでおけば ももしかしししかかたら楽しめるかもしれないですよちなみに「ポロロッカー」ってこの漫画で覚えましたからね「ポロロッカー」ってなですか?「ポロロッカー」って,ロロってまあ,しあ調べてくださいグーグルでじゃあ皆さん「ポロロッカー」<laughs> ぜひ調べてくださいさあ残り30秒皆さん一言ずつ今日の感想軽くはい、えー、実は私あの「ドッカンラジオ」2回目の出演だったんですけどもこんな感じであの楽しくおしゃべりさせていただいて本当とにありがとうございます はいそしてペイさんはい新年早々はねこ,こうやって喋っていただけるどっかに出るようん、に出れたこと嬉しく思います、うん、もうありがとうございます新年早々楽しいはいじゃあまたねありがとうございますまたまた次回お会いいたしましょうみんなそれでは良いお年をバイバーイバイバーイ